秩父鉄道的百景貨車は、かつて、秩父鉄道に在籍していた貨車である。1959年6月、日本車両製造東京支店で30両が製造された30トン積に荷重が1トン増加され、31トン積みとなったボギー有害貨車である。車内では、従来の木造貨車と区別するため、二軸、ボギー鉄製有害車と呼ばれ、 セメント会社所有の私有化車であった。1958年に試作された敵50型を量産化したもので、同形式の使用結果に基づき、車体高さは 150mm 上げられている。日本国有鉄道ワーム8万系の量産化は1960年のことであるので、本形式は日本における側面総開き式化車の実用化。 1> 第1号として特筆される。本形式は秩父鉄道の車席であったが、後継形式となる的200型は国鉄車席となった。袋詰めセメント輸送用でフォークリフトによるパレット単位の荷役作業に対応できるよう側面の扉がすべて開いた。扉はプレス後半制で片側6枚である。車体は角張っており、 袋詰めセメント専用として溶石を抑制したため全高が低い独特のスタイルで屋根はビード付き平ら光半製の山形、つま面上部には通風口が取り付けられている全長は13,150ミ、mm、リメートル全幅は2,732ミ、mm、リメートル全高は3,250ミ、mm、リメートル時長は18.0トンである台車は スリーピース式の一体中高台車 TR41 を装備する。国鉄直通車で、識別のため番号に二重河川が付されている。セメント会社のストックヤードのあった王子駅のほか、上新電鉄の南高崎駅などにも乗り入れた。袋詰めセメントは、タンク車、ホッパ車によるバラ詰み方式に移行すると必要がなくなり、 1984年11月30日付で全ての車両が廃車になった。かつて派的117が三部口駅構内の秩父鉄道車両公園に保存されていたが現在では解体撤去された。また、広瀬川原駅、武州原屋駅構内には本形式が多数留置されているほか、秩父鉄道沿線には本形式が倉庫などとして、 活用されているケースが多数存在する。ありがとうございます。